ラインがこれだった。だからよく見てやっててさ、体に惑わされてボールがどの位置かという。池山西ボーイズはヒットの気を返してください。こっちボールがあってこっちがってこっちがあってということですね。うん、で三塁ですよね。三塁はとにかく二塁手がランナーいないときに追っかけたりするときにこのセカンドカウント、うん、あとは何ですか。一塁手さんが加わって一塁手さんが3歳ごとそうです。ボールの制限時間は5分です。1塁が基本的に行くんであったら、あと川口さんがベースのところで1塁ランナーが来るのを待ちを取る。それで1回プレーに入るということです。あの定位置を取るんですよ。必ずベースのこちらに見えたらないで、ジャッジに入る。うん、あと、ごめんなさい、最後わかりましたね、1塁と3塁と2塁もここに入って、どの段階か違うから。今、一番多いのが3塁2塁がランナー1塁と2塁の時に投手になって、どこに行く声が確認できてるんだろうと。そういうのが、受け付けたんだろう。こっちに行ってるよね、正面の方ちゃんと、どこに警戒して、おい、オーケー、早口、あとは、あとは追い出しとか、その辺をちゃんとやって。どうする？3回と6回に飲み物を置いて、ママに集まってちょっと休憩して、スッと散るんですよ、大丈夫のことで。で、こっちは高校ですよ。あっちは。私は2塁なんですけど、こっちは高校。いや、どっちにしよう。1塁側に皆さんが置いてくれる。で、3塁側って、3塁切るってことがあったんですけど、どうするんですか？あと、ボールとかって、こう、どうやったら覚えるんですか？覚えるんですか？柔軟してるわけじゃないですか。そういうの覚えるなんか、いや、柔軟してるなかなか、覚える。だから、僕は、よくあるのが、僕は成長してないの。お前なんか二段モーションでボーッとボーッとしてるんだなったん。二段モーションもそうだ。二段モーションで言おったけど、これも止まらずにすると、あと止まらないけど、止まらない。それ今日の後ろに軸足、二頭はないから必ず軸足を外して手足になってること。ここを1塁手が軸足をつけたまま、ギトはないからね、ギトのボールを投げんと。前練習してたのに、何があるか、ギトが回ってから、なんか、意味がないんですよ。投げんか、投げたらどうなるんですか、ギト。だから、2塁とか、のボークは、ギトは、2塁のボークは、ヤツが、基本的に帰る意思がないのに。ギトみたいな形で、ギトみたいな、それもそうだし、実際ヤシの方に投げたけど、それ何だろう。それはもう普通の行為で、ボールヤシが入るんじゃないのに、ヤシの方に行ってキャッチボールするで、そういうのも普通に行アウトコーナー関係ですから。だから、ボールは柔軟にしてもらって、だから、まず一番上のキャッチボール、ここで精神していけない、ザッツボークに入れて、うん、これと、あとは軸足。